にちは、ニクです。今回は NiziU と H&M のコラボレーションアイテム第2弾を購入してきたので、今回も購入したすべてのお洋服を紹介していきたいなというふうに思います。そして小物については後の方で紹介するので、そちらも見てほしいなというふうに思います。私は岐阜県の H&M に行ったんですけど、なんとね、視聴者のお方から声をかけていただいて、私声をねかけられるのが初めてだったので結構びっくりして、すごい嬉しいなというふうにも思ったし、めちゃくちゃね可愛い方で、すごいね写真とか撮らせてもらったりとか、ちょっとねお話しさせてもらって、振り見つけてくださって本当に嬉しいなっていう気持ちもありつつ、今日のね岐阜の H&M はすごいね空いてたんですよ。やっぱり平日っていうのもあるし空いてたので、すごいお買い物しやすかったし、前回は入場するのに抽選が必要だったじゃないですか。なので私もね家族が当たらなかったりしたりとか、結構ね大変だったと思うんですよ。で今回は抽選じゃなくって、メンバーになれば誰でもね入れるっていう感じだったんですよ。でそのメンバーの ID とかを見せて、それで入場できるっていう風に書いてあったんですけど、多分この私の行った店舗は人が少ないからか、そういうメンバーを見せるとかも全くなく、普通にね全員入場できたっていう感じでしたね。そういうねやっぱ店舗によっていろいろ違うんじゃないかなっていう風には思います。早速ですが、お洋服をね紹介する前に2つだけ、この H&M でそのコラボレーションじゃないアイテムをね購入したんですけど、これがすごい良かったのでサクッと紹介したいと思います。まず1つ目がねこちらなんですけど、こちらがなんか覚えてますかね皆さん。第1弾の時にニナちゃんがねコラボレーションしていたワンピースの生地のリボンっていうのかな、もともとねこうやってクシュクシュって1本の紐みたいになってたんですけど、こんな感じで可愛い感じで売ってたので、ニナちゃん好き、そしてNiziU好きにはねこちらたまらないんじゃないかなっていうふうに思って、私ね今回購入してみて、ポニーテールにつけるのもよし、首にねこうやってつけたりするのもよしかなっていうふうに思うので、いろんなことにね使えると思ってこちら購入しました。そして今回ジャケットのねアイテムも結構あるかなっていうふうに思ったので、 H&M でこちらのベルトを買いました。でこれがね990円で、すごい可愛くって、サイズもね結構いろいろあってね可愛かったので購入しました。シンプルな黒なんですけど、いろんなことに使えるかなと思ったので、よかったなっていうふうに思います。それではファッションショーいきます。まずはじめにまやちゃんが着ていたトップスなんですけど、今回は黄色で999円でね、今回は L を選んだんですけど、ちょっとやっぱハートに開いてるのが恥ずかしいなっていう感じはありますね。ただ可愛いから YouTube ではたくさん着ていこうかなっていうふうに思ってます。で次がまこちゃんが着ていたこちらのジャケットで、これ499円なんですけど、これねサイズがすっごい難しくって、本当はね L とか M とかかなっていう風に思ったら、めちゃくちゃでかくって肩幅がめっちゃ余るんですよ。なので今回は XS なんですね。なので多分男性の方でも M とかね L 着れば全然着れるんじゃないかなって思うぐらい肩幅が本当にすごいので、逆に女性は XXS っていうサイズがあったんで、そっちの方がいいかもしれないですね。で次がりくちゃんが着ていたジャケットワンピで、これが5999円で、ベルトのところの値札のとこ取れてないのでちょっと申し訳ないんですけど、これねすごい可愛くって、ウエストねマークすればいいし、結構サイズがね M なんですけど、肩幅とかもちょうどいいし、なんかめちゃくちゃお気に入りですね。で次がねこちらのベージュコンビなんですけど、まず帽子ですね。今回は1299円でサイズがね ML ってやつで、ちょっとねちょっと正直帽子大きかったかなって思います。でこのねパーカーなんですけど、サイズは L で2999円だったんですけど、結構ね短めで、で手のとこもねダボっとしてすごい可愛かったです。はい、こんな感じで紹介してきたんですけど、次はね小物を紹介していきたいと思います。まずNiziUのイヤリングですね。これねピアスもあったんですけど、私はねピアスが開いていないので、今回はイヤリングにしました。でねどんな感じかっていうとね、こんな感じです。なんかキューブがついてて、でその下に虹があるっていう感じですね。結構なんかねちょっと見えづらいかな、こんな感じのデザインになっております。でつけてみます。なんかこの服ねできる子みたいですよね。すごいしっかりしてるって感じに見えるんですけど、はい、こんな感じで、ちょっとね正直まあ普段はつけれないですよねこれは。だけどライブの時とかになんかNiziUみたいな感じでNiziUをねアピールする時にねつけれるんじゃないかなと思って可愛くて買いました。これはねネットではね大人気で売り切れだったみたいなんですけど、店頭ではねもうめちゃくちゃありましたね。このネックレスとか帽子とか全てね結構アクセサリー類は全部大量にありました。はい、で帽子なんですけど、先ほどもねかぶってはいたんですけど、こちらの帽子で水色がねちょっとね水色っていう色すぎて、私もちょっとデニム生地かなって思ったんですけど、結構なんか薄い水色で、多分ね生で見た方ならわかると思うんですけど、あんまりかなっていう風に正直思っちゃったんで、これか黒にしようと思ったんですけど、こちらにしました。はい、ちょっとね冒険王みたいになっちゃったんですけど、これね可愛いなって思ったので、まあこれもねライブですかね、私あんま帽子をね普段かぶんないんですけど、可愛いなって思って購入しました。で最後にネックレスなんですけど、ネックレスは2個セットなんですね。私2連になって
るのかと思ったら2個セットになってるって感じで、ちゃんとねここ袋に入ってるんですけど、今初めてね出した感じです。でまず1個目がこんな感じで虹ですね、虹のネックレスになってます。でもう一つがこんな感じで20って書いてあります。はい、でキューブマークもねついてる感じで、すごいね可愛いなっていう風に思うので、ちょっとねつけてみますね。多分これ長さが違って2連になるって感じなのかな。はい、一番ね短いとこにつけたんですけど、この虹結構ね長い気がします。でこういう感じで2連につける感じだと思うんですけど、まあこうやってね普段はこんな風に見せなくって、服の中に実はね私20だよっていうのを忍ばせといてもいいと思うし、こっちはねまあまあ短いんですけど、これもね長さは調節できるので、もうちょっとは長くなるので可愛いかなって思います。すごい、うん、だけどこれもねやっぱライブ用かなっていう風には思うので、私もなんですけど、やっぱ20って書いてある記念グッズが欲しいなっていう方にはねすごいぴったりだなっていう風に思います。普段使いってよりは、私はねやっぱそのライブだったりとか、そういうイベントとかそういう時にねこれつけてなんか気合い入れようかなっていう風に思いますね。で見たらね分かる通り、私が今回一番可愛いと思ったお洋服を紹介していきたいんですけど、それはねこのりくちゃんの着ていたこちらのワンピースですね。これがねダントツで私好きだなっていう風に思って、ワンピースとしてじゃなくって全然ジャケットとしても着れるっていう感じだったので、ワンピースってよりはジャケットとして使っていこうかなっていう風に思います。はい、こういうね1枚こういう可愛いのがあったら何でもね下シャツとかにしても合うと思うし、まこちゃんがね着ていたジャケットもめちゃくちゃ可愛かったと思ったんですけど、サイズがね結構難しいなっていう風に思って、なんかすごいぴったりなサイズかって聞かれたらちょっと大きいんだけど、もう一個ちっちゃくしたらちっちゃくなるのかなとか思っちゃって、なんか微妙なところだなっていうラインで、自分のねサイズに合ったものはこちらだなっていう風に思ったので、このりくちゃんのワンピースが一番可愛く見えるかなっていうのと、私ねここがね空いてるお洋服が好きなんですよ。結構首があるとね首がね短いんで、ここが空いてるお洋服にして首周りをねすっきりさせるファッションがね割と好きなので、こういうお洋服ねすごいありがたいなっていう風に思って、韓国のねドラマとかでもねこういうお洋服めっちゃ着てるんですよ。愛の不時着だったりとかスタートアップだったりとかもね、やっぱジャケットがねメインになってくるドラマなんですよ。なのでねこういう風にねジャケット着るとちょっとねカチッとして気合も入るし、すごい可愛いなっていう風に思いますので、第ね3弾がもしあるとすればそちらもね着ていきたいなって思いますし、皆さんもねちょっと購入された方はねどれを購入されたかとか、あとね聞きたいことも全然コメントに書いていただければ、私も答えれるものに関しては答えていくのでコメントしてほしいですし、今回のこのファッションショーのね感想なのかもよかったらコメントしていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではうるさい。はい、なんかね前回のやっぱ第1弾を買いに行った時は雪でもう大変なことだったので、もう帰るのとかもね大変だったし、帰ってからもね寒ーとか思いながら結構ファッションをね変えてったんですよ。なので今回はこうやってもう春になったし、暖かくなってきたし、今日もすごいいい天気で行きやすかったなっていうのがあったし、前回の方がね抽選でほんと大変だったんですよ。抽選で当たったのにこの時間に行けなかったらもうダメって言われたので、もうどうやって行くと思って、電車もね止まってるし車でも行けないし、どうしようって思ってもめっちゃ焦ったんですよ。で前回はねすごい大変な思いしたけど、今回に関してはね良かったなっていう風に思うし、やっぱね1年とかを通してファッションコラボやっていくのかなっていう風に思いますので、夏もねなんかあるのかなっていう風には思います。ただね20のね組み合わせやっぱ上手いというかすごいなっていう風に思いすぎて、その通りにはねできなくって、ベストとかもね可愛いと思ったんですよ。だけどあのベストをね可愛く着こなせるね自信がないなっていうのをね思っちゃって、結構無難なのをね今回すごい買っちゃったと思うんですけど、やっぱ無難でデイリーに取り入れていくのが一番なんじゃないかなっていう風に思いますので、皆さんもねどんな風にね着てるかっていうのもやっぱ気になるなっていう風に思うし、何を買ったかとかも気になるので教えてください。そんな感じです。